皆さんこんにちは、オケナです。今日は腹筋を行っていきたいと思います。まあ、お腹痩せたいですよね。私も痩せたいです。やっぱり腹筋をやればやるほどお腹引き締まっていくので、というかやった部分がやった部分だけ引き締まっていくというのはちょっと当たり前のことなので、お腹を引き締めたいという方はぜひこちらでね、一緒にやっていただきたいと思います。ね、まあ、いつもやり方動画とかを載せてるんですけれども、やり方が分かってもすぐできるっていうわけじゃないじゃないですか。あとはモチベーションを保つのだからって必死だし、結構皆さんすごい大変だと思うんですよ。なのでぜひ一緒に今オンラインサロンをねやっているので、一緒に楽しんでダイエットやりたいっていう人は概要欄に URL 載せてますので、ぜひ入会をお願いします。はい、それではやっていきましょう。さあ、それでは一緒に頑張っていきましょう。大きく息をふーっと吐いて、背中を丸めながら足を上げてください。この状態でスタートします。よーい、スタート。はい、このままかかとにタッチする気持ちで行っていきます。背中は絶対に反らさずに丸めた状態で、なるべくコンパクトに縮まっていきましょう。息はふーふーふーと吐きながら、なるべく腹直筋を縮めるぞという気持ちで動作を行っていきましょう。さあ、残り5秒です。4、3、2、1。はい、 OK です。10秒間休憩したら、この後足を真上に上げてつま先タッチです。お腹の意識は同じです。さあ、よーい、スタート。はい、足をね伸ばせない方は曲げた状態でもいいですからね。もう上げておくという意識が大事です。そしてさっきと同じように腹直筋縮めていくぞと、頭を上げるのではなくて背中から上がっていきます。さあ、3、2、1。はい、 OK です。さあ、次はひねっていきましょう。ウエストごときちんとひねるようにしてください。腕を振るだけではなくてウエストごとひねるようにしていきましょう。はい、スタート。大きくひねっていきます。足でねバランスをとっていただいて大丈夫ですからね。しっかりと背中を丸めた状態、腹直筋ふーっと息吐いて、お腹へこました状態でやっていきましょう。さあ、残り半分です。頑張って頑張って、ひねってひねってひねって。はい、5、4、3、2、1。 OK です。さあ、休憩していきましょう。次は左手で右足をタッチしていきましょう。さあ、寝転がって準備していきます。スタート。タッチ、これ10回です。2、3。なるべく手と足遠くに戻して近づける。4、5、6。この時もお腹縮めたまま、7、背中反らさない、8、9。さあ、次ラストです。ラスト。はい、 OK です。それでは反対いきましょう。1、2、3。背中反らさない、し、ふーっと息縮めてお腹へこましたまま、5、そのまま続けます。6、7、8。集中切らさない、9、ラスト。はい、OK。休憩していきましょう。ナイスファイトです。ナイスファイト。さあ、次です。今度はふーっと息を縮めた状態で、上半身固定して、足をパタパタパタと動かしていきます。さあ、始めていきましょう。スタート。下半身だけ動かして、上半身は固定です。ただ、息をね、ふーっとしっかり吐いて、あばらを締めた状態で行っていきます。これ、きついですけどね。頑張りましょう。もう脂肪燃焼するぞという気持ちで、はい、背中反らさないよ、背中丸めて、ふーっと息を吐いて、お腹へこました状態でパタパタパタ、あとちょっとです。5、4、3、2、1。はい、 OK です。ナイスファイト。さあ、10秒休憩していきましょう。次はチャンスタイムですね。横のプランク、サイドプランクです。サイドプランクを行っていきます。10回です。10回ずつ行っていきますよ。下側のお腹を縮めるイメージ、下側のお腹を縮める、そうです。ちょっと楽な人はね、手を垂直にこのように上げて動作を行っていただくとさらに効果的です。これ体幹もつきますからね。
ウエストシェイプされますし、全身使っていきますからね。さあ頑張っていきましょう。はい、反対です。あとちょっとです。皆さんいい感じですよ。めちゃくちゃ頑張ってますからね。この調子でいきましょう。はい、1、2、3、4、そう、その調子。5、6、しっかり上半身キープ。7、8、縮めていくよ。9、さあラスト。はい、 OK です。ナイスファイト、ナイスファイト。あとちょっと、あとちょっとですよ。さあプランクの体勢になりましょう。プランクの体勢になったらひねっていきます。いいですか。よいスタートです。はい、 OK です。上半身は固定して大きく半円を描くように動作を行っていきましょう。もうくびれさせてやるぞっていう気持ちでね、しっかりと。この時も肩甲骨固定して変に腰反らしたりしない。大きく回す、大きく回す。あとちょっとですよ。3、2、1、はい、 OK です。さあナイスファイト。あと2種目、あと2種目で終わりです。プランクの状態からこのようにラン、プランクランをしていきましょう。なるべく腹直筋を縮めるイメージで足を曲げていきます。スタート。体重は前です。後ろではなく前に進むぞという気持ちで行っていきましょう。もう走る気持ち、走る気持ち。そしてお腹を縮めていきます。膝を上げるというよりはもう足全体、腹筋から縮めていくイメージですよ。はい、3、2、1、 OK。 さあ次ラスト、次ラストだからね。10往復やったら終わりです。これもね、手の横に足を持っていきますが、足を持っていくというよりはもう膝から下全部を手の横に持っていく気持ちで行っていきましょう。さあ、よーい、スタート。はい、1、2、3、できなくてもいい、やって。4、5、やりきるよ。6、7、8、9、ラスト、ラストファイト。はい、 OK、 ナイスファイト。お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。ナイスファイトでした。これをね、ぜひ気が向いたらでいいので繰り返し繰り返しやってみてください。みんなでね、素敵な腹筋を手に入れましょう。今日はご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思う方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。